私立文系が挑む理系な仕事って、これいいキャッチだよね。人口負荷から大体何日数でいうとどれぐらい経ってる？でもこの全体の大体今120から140日ぐらい。なるほど。そうそう、下にみんな突っ込んで食べに行くんで。昔こういうのがなんか油ツノザメの卵と言われたんね。そうそう。それがいろんな研究の結果、今鶏卵ベース。鶏卵ベース。はい、全国のうなぎを愛する皆様こんにちは、山田水産の山田慎太郎です。今日はあのうなぎ師の加藤さんと一緒に、とうとう渡辺君この日がやってきました。山田水産が誇る、未来への挑戦として完全養殖の研究が詰まってるラボですね、加藤さんね。はい、あの世の中で結構なレベルの研究をしてるんですけど、私立文系が挑む理系な仕事って、これいいキャッチだよね。今日その中にあのちょっと見せれない部分も あるんですけども、見せれるところはしっかり見せて、皆さんにあのうなぎの未来への取り組みがどんなもんかご案内したいと思いますんで、じゃあ加藤さん中の方にお願いします。はい、加藤さん、ここが今レプトセファレスになってるところだね。なってるの、これから餌。から人工孵化から大体何日数でいうとどれぐらい経ってる？だ今この全体の大体今120から140日ぐらい。なるほど。です。このこの葉状の形になるんだよね。これってだから うなぎを持ってる先天的なこの変態能力っていうか、変えてシラスでいうとマリワナ海溝で生まれて。黒潮に乗って日本に移動するぞっていうために体がふわっとなって、これで塩で渡辺君ね移動するの。でこれが川の河口に近づくとヒュッと戻った時が変態でシラスってやつ、ね、変態。そうですね、変態したやつが日本近海だったりで川で取れる、うん、神秘的じゃない。だから通常はここにいるの真っ暗なんですけど、餌やる時間には電気をつけて、ちょっとみんな下に沈む傾向習性がある、ね、理科の生物でやってるんでしょ子供が。国語に載ってるっつって。なんで国語なんだろうね、うん、うちの子供でしょ、小4の教科書に載ってます。今ちょうどだ、もうこれ昔で言うと NHK 教育番組のさ、なんだろうくんがブエっていうみるちゃんきくちゃんなんだろうくんね、知ってる知ってる、みるちゃんきくちゃん教育テレビのね昔のねキャラ覚えてるんですよ。そうすると2025年の12月ぐらいには何かなる。2025年、うん、あにはなります。なるそこだね、勝負はね。山田育ちのかば焼きは OK です。完全養殖じゃないではないけど、山田生まれ山田育ちのかば焼きですっていうのは、そうそう25年のデビューは、まあ慶応でいうと幼稚者っていう、頑張りたい。そうそうそうあ、行きます、はい、そうそう、下にみんな突っ込んで食べに行くんで。昔こういうのがなんか油ツノザメの卵と言われたんね。そうそうそう。それがいろんな研究の結果、今鶏卵ベース。鶏卵ベース。うん、だこれもまあ平島先生じゃないけど、ここでもやっぱ内臓だよね。そうですね。やっぱりどんにね、いかに成長していくかっていう、まあいろんなかなり栄養豊富な餌を開発して。ここでもやっぱりちゃんとこうシラス、受け入れしたシラスみたいに。しっかり食べてるかどうかっていうのがポイントになってくるんですね。そうですね、今度シラスウナギみたいにこうお腹に入っていくとこれも見えるんで。そうそう、見えるから。なんかね、最初は今度天然じゃないから生まれてすぐだから餌を食べるっていうよりもこう餌の中で泳いでて口に入るって感じだよね。入るみたいな、そんな感じですね。そうなの、それをだんだん覚えていって今度食べに行くっていう習性がついてくるんじゃない、うん、この辺のサイズになるとね、うん、やっぱ何度も頭突っ込んで行くんで微妙に彼らなり の, この嗅覚があるのかな。ああ、ここの時点ってどまだどうなんだろう、視覚で行ってんのかな。光と、まあ、そこに餌があるから行ってるみたいなふうには言ってますけど、いわゆる文献で学んだ要するにこう生物学的なものの知見も大事だし、ただやっぱ加藤さんみたいにずっとうなぎと何十年も共に生きてるそのうなぎの本来持ってる習性との知見というか経験とか合わさってやってるのが山田水産の完全養殖の研究だと思うよね。
これは何でしょう今。これは海水汲み上げ、もしポンプが止まっちゃっても、約3日は持つんですよ、この水をかけ流すことに。そのための貯水。やっぱね、海水が命なんです。でまあちょっと場所は非公開だけど、ここはいい海水が取れるんで、ただ目の前じゃなくて、何メーター？約80メーターぐらい。80メーターぐらい先からパイプラインでその海水を汲み上げて、それをまたお金かけてろ過してピュアな水にしてやってます。これがその海水。これ海水。これが砂ろ過して、紫外線殺菌して、水だ。これめちゃめちゃ綺麗です。これじゃあなんかタラソテラピーが入ったら。殺菌済み殺菌済み全然。入ったら体にいいんじゃない？体にいい。いや柔らかいって絶対。柔らかい。綺麗な海水。要はフィリピンのマリワナカイコアの太平洋の奥底を再現してる感じだよね。綺麗な水じゃないと、ね、ダメってことです。あのすごい沖の海底でしか取れない塩をここで再現してる設備ってこと。砂ろ過っていうのはこう砂があるんで、ね、そう砂が海の海砂がタンクの中に入ってて、うん、これこっついよな相変わらず。海水を汲み上げてきて、ここで全部ろ過す、うん、この中に半分ぐらい砂が入ってるんですよ。海の砂がで大きな不純物を取ってろ過して、でそれが経た後にここで紫外線殺菌をして、でそれがさっきの水。規模がすごい施設に、うん、でかいですね。やっぱこの溶岩もそうだけど、水作り環境作りのためにお金かけてこうピュアな海水だよね、うん、紫外線さっきももうスペックめちゃめちゃ高くしてるんで、まだまだ買える状態。まだまだ買える途中。入ったら疲れ取るそうじゃない、遠慮く汚れるからせっかくせっかく紫外線さっきになるさあ渡辺君どうですか、堪能できました？やっぱりこの環境づくりだよね。うなぎがいかにこう心地よく生まれて心地よく育って成長する環境をいかに作るか。そう、あの水槽の掃除もすごく大変なんですよ。それを丁寧にしないと病気になっちゃったりするんで、やっぱいい環境じゃないといい人材も育たないし、だから水と環境ってすごくいいと思いますので、まあ、これも教育番組の一環として渡辺君使ってもらったら、はい、ちょっと見せれない部分のぼかしが多いかもしれないですけども貴重映像ですね。そうそうそう、はい、ね、さあこれがいつか、成功できるように頑張っていきたいと思います。頑張ります、はいはい、それではよかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではまた。